バーリーアーランド・グライムスは1910から1930年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。ウィスコンシン州エメラルド生まれ。右投げ右打ち。ニックネームはオルスタブリビアード。これは当番予定日に弦を担いで無性髭を生やしていたことに由来する。現役19年で7球団を渡り歩き、通算270勝を挙げた。 1920年以降もスピットボールを投げることを認められていた投手の一人。1916年にマイナーのバーミンガムからピッツバーグパイレーツに入団。同年メジャーデビューし6試合に登板。翌年の1917年は防御率3.53ながら3勝16敗と大きく負け越し、ケイシーステンゲルラとの交換でブルックリンにトレードされた。 ブルックリンに移籍した1918年、フライムスは19勝を9敗と高騰し、先発に定着する。1920年のルール改定時に、引き続きスピットボールの使用が認められたこともあり、1921年には22勝、脱三振136で、投手部門の2冠を獲得、1924年までにシーズン20勝を4度達成した。 九百二十六年シーズンでブルックリンを離れてからは、ほぼ毎年のように違うチームで投げていた。九百二十八年にはパイレーツに在籍し、自身最多の二十五勝を挙げ二度目の最多勝利投手となったが、翌年のオフにはブレーブスへ移る。さらに九百三十年にはカージナルスへ移り、ワールドシリーズに二度出場。翌年のカブス在籍時も含め、ワールドシリーズには、 K4 度3つの違うチームから出場したことになる。1934年にパイレーツで現役を引退。1937年からは2年間ブルックリーンの監督も務めた。1964年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。1985年にウィスコンシン州で英民。ありがとうございます。